だけ魂の一撃。行くぞみんな、敵を示す。帝国カリキュラン参上。なんとか中に侵入できたが、内部は魔幻空間と同じ雰囲気だな。この空間では何が起こるかわからない。みんな行くぞ。全てを打ち倒し、経験を取り戻すんだ。了解。この空間、強い魔力で満ちてやがる。神山、急ごうぜ。競技場の観客も魔幻空間に取り込まれ、そういや、競技場にはベルリン歌劇団もいたんだろ。いや、行くぞ。ドラッグ、行くぜ。行くぞ。うるさい。遅い。今行く。ああ、同僚だ。よっ、手は。ほら。あっ、ちょ。さあ、これでも食らえ。さあ、やってね。ああ。みんな止まれ。噂をすりゃベルリン歌劇団じゃねえか。あいつらがいりゃ、ようやく来たか帝国歌劇団。さあ決勝戦を始めよう。え、準備はいいのか。整うまでは待ってやる。何冗談言ってやがんだってねえら。今はそんな状況じゃねえだろうが。待ってください、何か様子が変です。本気で歌劇団対戦だと思ってる。変な仮面つけてる。おかしい、あの仮面夜叉と同じ。さあ操られているというのか。あの仮面を通じてゲルアンに。何をごちゃごちゃと言っている。準備ができたなら戦闘を開始しろ。どうあってもやるつもりですね。戦いながら元に戻す方法を探すしかないな。ちょっと待ってください。戦いながら方法を探す。あいつらは最強の歌劇団なんだぞ。そんな隙があるわけね。どんな、それでもやるしかない。決勝まで上がってきた強者に敬意を表する。だが我々も負けはしくはいられるか。世界最強のシュワルツシュテルンを。エリスさん、聞いてくれ。
今は過激団同士で戦っている場合じゃない。過激団対戦は中止になったんだよ。ゲンア、ザレ事を。過激団対戦が中止になった情報確認できず、減少確認率ぬる。我々を欺こうとしても無駄だ。正々堂々正面から向かってこい。エリスさんたちを元に戻す方法はあるんでしょうか。方法はあるか。今それを考えている余裕はない。まずはベルリンの無力化に専念する。再開を動けなくさせればそれでいい。エリスの前に出るまでもないの。私が叩き潰してあげる。お前たちが勝つ可能性はヌルプロツェントなんだから。うまい位置取りね。こちらからの攻撃は届きそうにない。だったらない、削り出すだけだぜ。ああ、エリスさんは後だ。まずはマルガレーデスたちを止めるぞ。分かっちゃいたけど、こいつら強すぎるぜ。でも欧州で見た彼女たちの力はこんなものでもなかった。おそらく操られているがゆえに動きが遅くなった。過激団、弱い相手だ。これが世界最強の力。花組の絆の力は他の誰にだって負けはしない。私たち、あの時プレジデント G に。己帝国過激団、よくもマルガレーテを。絶対に許さん。行くぜ。ほっ、おー、それ外れもいいぜ。ちょ、ちょ、ちょ、我々は行かないぞ。ちょ、ありえず、ありえず、今行く。レジデント G に原案創設に操られているんだ。それごと、そのようなことがあるものか。エリス、神山の言うことは本当よ。目を覚まして。マルガレーテ、お前は…エリス、私たち約束したじゃない。誰かの平和のために強い力を、心を持とうって。目を覚ませ、エリス。お前は最強のベルリン過激団の隊長だ。悪い奴には死に罰責め。私エリスさん、あなたの力は世界の平和と正義を守るためにあるはずです。正義を守る力。玄安の力なんかに負けてはダメだ。蘇る時は今です。みなぎった。行くぞ。闇を、竜の無人、嵐。大破壊の兄さん。
やったか。うわ、私はベルリン歌劇団は無敵だ。くらえ、まずい、あの攻撃だ。エリス、ダメ、回避を避けて。私の勝ちだ、原案。エリスさん、仮面が、まさか自力で。状況は把握している。みんな迷惑をかけた。いや、今はやめておこう。行け、帝国歌劇団。原案総鉄の野望を止められるのはあなたたちだけだ。原案の支配から脱するために私は霊力を使い切ってしまった。回復を待ってあなたたちを追う。それが今できる最善の行動だ。わかりました。あとは俺たちに任せてください。激しい戦いだったが、楽器、大きな損傷はないようだな。よし、行くぞ。経験を取り戻すため中止。はい、それそこだ。ああてめえ、そら、これで。ベルリンのやつらとんでもねえ強さだったな。あれでも本調子じゃなかったの。自力で原案の呪縛を振りほどくのよ。エリスさんは本当に強い人ですね。彼女は俺たちに身をもって示した。必ず打ち破れるってこと。やった。はっ。て。行くぞ。今行く。やる。は。や。や。重要だ。あ、そうだ。あの男らしい手口だよ。心をもてあそぶなんてひどすぎます。里の掟、百条、悪を取り、それは正義だ。おっ、おっ、そっ、今もらっちまった。そっ、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 そら、逃がしたよ。よっ、ほら、おりゃ、てりゃ、ほら、これでも食らえ。私はもう迷わない。みんなと生きる明日のために戦うわ。ほら、おりゃ、さあ、兵力が充電か。そうだ、はい、やりますね。
き上がるってんだ。こんなもので私たちは止められません。急ぐぞみんな。今行く。今行く。いや、ほら。今行く。妖力反応この奥からです。いよいよだな。よっしゃ行こうぜ神山。ああ。行くぞ。浜の敵は全て打ち倒す。そら。いや。それ。はい。ほら。今行く。そよっ。行くぞよっ。今行く。よっ。それ。さあ。探し物はこれかね。原案相鉄。やしゃ。ふん。原案、その提携をこちらに渡せ。渡すわけにはいかんよ。これでまた封印されても困るのでね。コーマ王様が完全に復活した後でなら返してやっても構わないが。そんなことをさせるか。貴様を倒し元太を再び封印してみせる。やれるものならやってみるがいい。この夜叉のように貴様たちも操り人形にしてくれるわ。夜叉、やっぱり正体は。さあ、時はすでに満ちた。もはや貴様たちになすすべはない。さらば帝国過激だ。せいぜい苦しみながら死ぬといい。何をもたもたしている。時間がないはずだ。行け。ここは私たちに任せろ。しかしその期待はもう限界だ。なめるな小僧。エリスさん、この程度の状況100回は経験している。貴様らとは戦いの歴史が違うのだ。行け。そしてお前たちのなすべきことをしろ。わかりました。ありがとうございます。エリスさん、必ずあなたの期待に応えます。エリス、めちゃくちゃかっこよかったですが、このような状況は4回しか経験していません。大ピンチです。ここが5回目になり、そしてまだ見ぬ95回があるだけの話だ。相変わらずへりくつが上手ですね。うるさい。ああでも言わないといかない連中だっただろ。本当に不器用な人ですね。よくできたご褒美にとびっきりの作戦を立ててあげますよ。ありがたい。賞賛は。プンダート、プロツェント。エルリン歌劇団の皆さん、大
丈夫でしょうか。エリスさんたちの思いに応えるためにも立ち止まるわけにはいかない。先へ進むんだ。数だけは一人前ね。所詮は烏合の衆、アザミたちの敵じゃ。あーや、まとめてぶっ。はい、どうだ。暴れるぜ。悪い奴には千曲神社の どうした、桜。何か気がかりなことでもあるのか。はい、玄庵の言っていた言葉が少し気になって。うっさおーいやおーらはいおいさーはい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 。ゲンアンは武者のことをそう言っていました。もしエリスさんたちと同じように仮面で操られているとしたら、武者の正体は。
考えても仕方ねえよ。もう初歩らしいけど砕けちゃったらダメじゃない。そりゃまあそうだけどな。なら今行く。たとえ何が待ち受けていようと私は決してくじけません。よっ、行くぜ。それ行くぜ。行くぞ。そら今行く。てりゃそれ聞いてくれみんな、これからの戦いはさらに激しいものになる。だが俺たちは負けるわけにはいかない。行くぞ。ここで全ての決着をつけるんだ。この部屋は待っていましたよ、帝国歌劇団。ラシャ。いよいよお出ましか。ヤシャ、あなたは新宮寺さくらさんですか。そんなこと、刀を交わせばわかることでしょ。あなたが新宮寺さくらさん、私があなたを正してみせる。そして新宮寺さくらさんでないのならあなたを打ち倒し闇を払ってみせます。打ち倒す。何がおかしい。あなたたちは何も分かっていない。玄庵様に挑むということがどういうことかを。一体何を言って。こういうことですよ。まずは一匹。アナスタシア。そんな、機体の生命信号がありません。え、そうだ、こんな、こんなにあっけなく。ゲントが近づき、ゲンアン様の力が解放された今、私には勝てませんよ。アイスドール、裏切り者にふさわしい最後でしたね。アナスタシアさん。そんなに嘆く必要はありません。すぐにあなたたちも同じ場所に行くんです。そう、正義ごっこはもう終わり。正義ごっこ。サクラ、悲しむのは後だ。お前まで死ぬぞ。神山、命令を出せ。ヤシャを倒すんだ。分かってる。行くぞ、みんな。ヤシャを撃破する。了解。弱まり、私の魔力も満たされました。遊びは終わりです。なんだ。
これは魔力解放幻想タケミカズチ。なんだあの魔力は。今までとは桁違いだぞ。何これ。かわいそうに怯えているのね。今楽にしてあげます。アザミさん危ない。クラリス、クラリス。アザミさん大丈夫ですか。アザミは平気。アザミさん怖がらないで。私たちは、花組は絶対に負けません。必ず。クラリス、もういい。無理に喋るな。必ず勝つ。クラリス。美しい友情。無駄死になのにまるで喜劇ね。貴様。アザミ、無茶だ。クラリス見てて。絶対勝ってみせる。かくだ。見事な体術ですね。でもお子様はもう寝る時間よ。アザミ、これで3匹目。ごめん、何もできなかった。足を引っ張った。ごめん。そんなことはね。見せてくれたじゃねえか。仲間の思いをつないで人は強くなれるってことよ。そうかな。だったらちょっと嬉しい。アザミ勝ってね。みんな、アザミの最後のお願い。アザミ、アザミ。残りはあなたたちだけ。もう諦めなさい。アザミが教えてくれたよ。この攻撃は響きますよ。心をつなぐことが。行くぞ。闇を切り裂く。思いの力になる。面白い冗談ですね。わからねえか。よく頑張りましたが、タケミカズチの力には及ばないようですね。こんなに頑張ってもダメなの。人間なんて儚く脆いもの。人間は弱い。存在なのかしら。笑うんじゃねえ。人間は確かに弱いさ。すぐに死んじまう。お前らのような能力もねえ。だけどよ、人間は大切な人の思いを受け継いでどこまでも強くなれるんだ。みんなの熱い命の炎は私の胸に宿り、私を強くする。誰ごとを。見せてやるぜ、ヤシャ。限りある命だからこそ、限界まで輝く炎を。ハト！アナスタシア、最初は不愛想なやつだと思ったけど、熱い心を持っている、かっこいいやつだ。アザミはいつもいつもうるさくてよ。でも、その明るさにいつも助けられてた。クラリス、口が悪いのはたまに傷だが、お前の脚本の優しさは世界一だぜ。バカな、この圧は何なのですか。この力は。しっかりしなさい、神滅。アナスタシア、アザミ、クラリス、みんな大好きだぜ。私に最後の力を貸してくれ。バカな、私の魔力を突き、タケミカズチが消える。貴様、この
この力は女をいじってやつよ。ざまみやかれ。ハトしっかりして。悪いな、さくら。私はもう立てねえや。そんなこと言わないでよ。やだ、やだよ。行かないでよ。しっかりしろ。神宮寺さんを元に戻すのはお前の使命だろ。ハト、さくら、生まれ変われたらまた友達になってくれよな。あの大きな桜の下で待ってるからさ。絶対に、絶対に会いに行く。約束だぜ。玄庵様の力がなくとも負けはしません。たった二人で何ができるというのですか。お前には分かるまい。俺たちに宿っている力が。行くぞさくら、夜叉の因縁に決着をつける時だ。はい。魔力が足りない。早く夜叉の魔力が戻るまでの時間が。みんながくれたこの時を絶対に。はい、さあ戦いを食い。私は夜叉、玄庵様のしもべです。しぶといですね。まだです。私が、この夜叉がこんなところで負けるはずがない。闇に飲まれても自分の正義を貫く人。分かっていたはずなのに疑った自分が恥ずかしい。決着をつけましょう夜叉。私は今あなたを。
自分の弱い心を切る。何が起こってるんだ。ハツホ、クラリス、アザミ、アナスタシア、みんな本当にありがとう。受け継がれた思いを胸に私たちは進み続ける。次回新桜大戦最終話、心を継ぐ者。大正桜にロマンの嵐、帝国歌劇団出撃せよ。